はい、えー、動画をご覧の皆様、竹内です。こんにちは、ということで。えー、そうですね、前回の、1個前のね、あのー、金杯の、えー、動画も、えー、でも言いましたが、えー、こちらもですね、現時点でまだ2016年段階で、あのー、録音してますのでね、えー、明けましておめでとうございますと言いたいところなんですが、えー、全く言う気分になれずです。 はい。ということで、あの、まだ2016年の感覚でお届けしますが、えー、週末の方ですね、えー、フェアリーステークスと新参記念の方の、えー、特別登録時点、総合評価指数と注目馬をちゃろっと喋っていきたいなと思っております。また鼻声ですけどね。えー、まず、フェアリーステークス、えー、登録馬が多すぎて、ちょっと、えー、大変なことになってますが、えー、ハーツブライドに始まり、えー、サクセスラインまで、こんな感じで、えー、指数が出ています。まあ、でも、フェアリーステークスはね、うーん、 まあ、例年非常に難しいレースなので、うん、あんまりこう数字にとらわれるようなタイプのレースでもないかなというような印象はありますね。えー、個人的な注目馬はシンボリーバーグということで、えーまあ、前走、ね、赤松賞出遅れながら2着位になりました。えー、決め手がねすごく鋭くてで、完成度も現時点ではすごく高い馬だと思います。うん その時の,あのコーラルプリンスですね。こっちも強かっただけに、まあ、2着でも非常に価値がある2着だなと思いますし、うん、これからまだ、えー、良化してきそうな馬です、えー。逆転可能になってくるんじゃないかなという印象がありますね。えー、で、新山記念の方ですが、まあ、こっちは、えーえー、高速ストレート、えー、が1位。 まあ、トラスト、ペルシアンナイト、名称装備、えー、ディバインコードなどなど、まあ、こんな感じで、えー、並んでいたりします。うんまあ、こっちもまあ高速ストレートはちょっと気になるなと。まあ、名前もねいい名前ですけどね。KO 杯に指していくス、スタートがね悪かったですね。うん で、まあ、でまもそれでもね、あのレーノミノルやモンドキャノンに及ばない結果ではありましたが、まあまあまあ、さしても戦えるんだなっていうところがまあ非常に分かってきたと、まあ、そこが一個判断材料として良かったなと、であとまあゲートが良ければねもっとやれるっていうことはまあ当然だったので、まあ、あのー、巻き返しの可能性は結構ね、大きいんじゃないかなと思って、結構注目しています、うん、高速ストレートね、まあ、あのー、直線で伸びるっていう方の高速ストレートなのか、あのー 格闘技的なね、ボクシングのね、高速ストレートなのかわかんないですけど、うん、あのー、まあ、こういう名前は僕は個人的に好きです。はい。<laughs> まあ、そんなわけで、まあ、一個前の動画でも言いましたけど、今年も、あの、ぼちぼち、うん、やっていきますし、えー、それこそね、チャンネル登録者数3000人突破記念放送も、あの、伸び伸びになっちゃってますが、えー、このね、えー、年が明けて、えー、そうですね、あの、 なんだかね、今年はずっとね、あのー、鼻が詰まり気味なんですが、これが、あのー、しっかり治ったら、あのー、気分よくやりたいなと思っております。でもう一個、競馬特番っぽいチャンネルの方もね、今年はもっともっとやっていきたいと思っております。えー、うん、ネタはね、いっぱいあるんですけど、どこまで再現できるかというところでね、結構ね、こんなね、あのー、しょうもないなーっていうようなね、風に、あのー、見ても思うでしょうし、僕もやってて思うんですけど、 それでもでもすねこの企画をしてですよ、ちゃんとあの収録をしてってやっていくと結構大変だったりするんでね、あのー、なかなかね、あの理想通りにね、あの100点満点いかないんですけど、今年はそういうのを目指していきたいなと思っております。そのわけでで、えー、竹内でしたさよなら